フォ社の製造士会社。もともとは、フィリコフォード社のエスタンデベロープメント、ラボラトリーズ社として設立され、フォードモーター社の宇宙技術部門の、フォードエアロスペース社に再編された。その後にフォードモーターから、フォードエアロスペース社の宇宙系統部門を、ロラール社が7億1500万ドルで取得して、現在の会社になった。SS、L は、 政府用から商用までの広い範囲で人工衛星や宇宙機械の設計と制作している。生産する衛星には、高出力の過程の直接映像配信目的のブロードキャスト衛星や商業用の気象衛星、デジタル音声の無線衛星、データネットワークに応用するスポットビーム衛星などが存在する。SSL の顧客にはアジアサット、ディレクティー B、 エコースター、グローバルスター、ヒスパサット、ヒューズネットワークシステムズ、アイコグローバルコミュニケーションズ、インテルサット、MT サット、JSC ガスコム、ローラルスカイネット、ローレル。スカイネット、NASA、ノア、オプタス、パンアムサット、ケッチサット、s トメックス、セース s a セニュースカイズ、シンサテライト、シリウスサテライトラジオ、スペインサット、 ビアサット、ワイルドブルー、XM サテライトラジオなどが存在する。SS、L はその前史から技術刷新を行っており、フィリコ時代の1960年には、フィリコの製作したクーリエ1バイトが世界で最初の通信中継衛星になった。近年ではの電気推進機関の研究で先駆しており、リチウムイオン電池や、 先進的複合材を商業衛星に利用しており、これは、サイズと衛星のペイロード能力のかなりの増加と、衛星の軌道上での長寿命化を可能にしている。また、利用者直通アプリケーションや、衛星と地上インフラを利用して、モバイル機器利用者に、サービス区域と容量性能の向上を提供するための地上からの、ビーム形成のための超出力システム応用のような、 サービス工場のための技術を開発している。SSL の主な競争相手はボーイング衛星、開発センター、ロッキード・マーティン、タレス・アレーニア・スペース、イズ・アストリアムなどの企業である。SSL はパロアルトのプラットフォームで1300系列に基づいた衛星を製造している。このシリーズに含まれる衛星は、 プロトスター I、イコー1シリウス FM-6、セニュースカイズ NSS-12 などが挙げられる。2008年にはこのシリーズの48個の衛星が運用中で、さらに4台が打ち上げを待っており14台が生産中である。SSL とコンスティレーションサービスインターナショナルは、SSL1300 バスのプラットフォームに基づいた。 最使用型の機動艦輸送船を国際宇宙ステーションへの物資輸送に使うために商業機動輸送サービスに提案したが NASA は最終的に他社のプロジェクトを選定した SSL 社はボーイングノースアメリカン社のロックトダインプレプルションパワーディビジョンの契約下で ISS に対するバッテリーオービタルリプレイスメントユニッツ バッテリーチャージディスチャージユニッツ、シーケンシャルシャントユニッツの提供を続けている。ありがとうございます。